ワールドトリガーの謎ランキング A 級編第2弾、今回は過去体の後編です。前編はね、なんと過去3だけで尺を使い切ってしまったんですけれども、今回は残りの3名をまとめてピックアップ、まあ、といってもね、実質2名ではあるんですけれども、まあさあ、それはともかく行ってみましょう。さて、では最初にこの2名からいきます。まずボーダー唯一の女子トラッパーである北川隊員、彼女は過去隊長やクロエ隊員とは違い、名前もね BBF のみの登場であり、原作でもまだ書かれてはありません。これはトラッパーという特殊なポジションなので、まず前線には出ないこと、そして過去隊の戦闘がやっぱりこの大規模進行の終盤、本当に最後の最後、あとガロプラ戦という結構キャラがねたくさん多く出てくる回だったので、情報をあまり増やしすぎないためにも描写が抑えられていたというものと考えられます。これはオペレーターの小早川隊員にも当てはまりますね。さて、そんな北川隊員ですが、先ほども述べたように唯一の女子トラッパー、トラッパーといえば戦闘員最年長の冬島さん、あとは B 級松代隊に所属する箱田くんを含めてたった3人しかいないと思われております。ただこれはね、チームに所属するトラッパーなんで、もしかしたら完全に個人で活動しているトラッパーもいるかもしれません。まあそんなね、ソロ活動が許可されるのかちょっとわからないんですけれども、トラッパーはその性質上ランク戦が行えず、合同訓練もありません。その分直接ね、情報交換や研究が行われています。そんな北川隊員のトリガーセットはこの通り、まあやっぱトラッパーっていうのは基本的に装備トリガーってやっぱり一律で同じように作られているようですね。ここではトラッパーそのものの戦法や戦術については一旦ね、こちらでは省かせていただきます。いつか冬島さんメインになったらやると思います。さて、そんな北川隊員、16歳の女子高生、いやトラッパーってめちゃくちゃ大変で頭使いそうなポジションなんですけれども、それをね高校生でやれるってやっぱ結構すごいんじゃないかなと思いますね。そういえば冬島さんって女子高生にめちゃくちゃ弱いんですよね。これって会議とかって大丈夫なんですかね。一応ね冬島さんが師匠なのかなとも考えたんですけれども、女子高生がいるだけで麻雀が最弱になるほどのね人ですから、彼ってちゃんとこう教えられるのかがすごい不安すぎて確証が持てません。ただ子さんにこう勧誘されるほどの腕前を持つことを予想できますね。お次はオペレーターの小早川隊員ですが、もう本当にね、彼女についてはね、もう本当に考察が難しいですよ。北川隊員と同い年なんで、もしかしたら結構窮地の中というか、まあ、幼馴染的な感じでね、で、隊を組む際に一緒にこう勧誘されて一緒に入ったみたいな可能性はありますね。どんな方かっていうのは本当に予想もつかないんですけれども、まあ、北川隊員同様やっぱ相当な、ね、センスを持っているものと思われます。あとはそうだな、活発な子だったらいいかなちょっと思いますね。いや、なんか過去隊ってクールな人多いじゃないですか、すごく、まあ、すごくって言っても2名ですけど、北川隊員も結構ね好きなものがインドアっぽいかなって感じがするんで、割とこうおとなしめなねイメージがあって、だからそのバランサーとしてめちゃくちゃすごい元気だったらいいななんて想像しました。はい、ラストはいよいよクロエ隊員、最年少の A 級隊員、中学生で小柄ながら虎穴を用いるアタッカーです。その卓越した戦闘センスで入隊時の戦闘訓練では11秒をマーク、ランク戦でもやっぱ相当ね年上の猛者たちを相手にしのぎを削っているかと思われます。さて、そんなクロエ隊員ですが、彼女も過去隊長と同様試作トリガーを多く装備しているようです。まず彼女のトリガーセットはこんな感じ。カスタムされたオプショントリガーを乗せれば至って普通のね虎穴アタッカーですね。ただクロエ隊員の場合は体格がこう結構ねちっちゃい小柄ゆえに腰に対等できないから背中にこう虎穴を背負ってるんですね。これは結構普通に可愛いですよね。小柄ゆえに機動力もね結構高いんですけれども、同じ機動派アタッカーの久我優馬や緑川俊が用いるスコーピオン、あるいはグラスホッパーを使うのではなく、また別の方法で攻撃力が機動力を獲得しています。それがこの伊達天、ガロプラ戦で初披露されて、その相当なね破格な戦闘力と見た目、名前の派手さですごい有名になりましたね。もう一瞬のうちにトリオン兵4体を切り捨てているっていうとんでもない性能ですね。おそらく見てから避けるってことはかなわず、とっさに防御するしかないものと思われます。その速度があまりにも速すぎるため、実際はね意識して動きを制御しているのではなくって、動きの先を設定してそれにトリオン隊を合わせているというテレポーターに結構近いことが描写されましたね。この伊達天、
サブトリガーに入ってるので、別に古月専用のオプションではなくって、テレポーターやバッグワームと一緒で、トリオンターに干渉するものと思われます。さて、そんなイダテンは、おそらくカスタムされたオプショントリガー、過去対象のタイマー同様、文字通り試作段階のものであると思われます。そのカスタムオプショントリガーと思われるものがもう一つ、それがこの魔鋼。これがどんな性能を秘めているのかっていうのを少しね、想像してみたいと思います。まずこの魔鋼という単語について、固有名詞や熟語には存在しません。イダテンっていうのは存在しますね。このイダテンっていうのはそもそも仏教における神のね、一中であるんですけれども、俗に言うこうよく走る神っていうふうに知られていて、そこから足の速い人を例えるようになったと、まあそういうふうにウィキペディアに書いてありましたね。ではその由来からついたトリガー名であれば、魔鋼もそれにちなんだ性能のはずと思って、ではそこからね、予想してみます。1、めっちゃ光る。まあ非常にねアホな書き方なんですけれども、この光る光という文字からフラッシュワン、まあ、閃光弾のような性能であると思いました。そもそもねこの魔鋼っていうのはメイントリガーにセットしてあることから、閃空と同じ古月専用のオプショントリガーであると思われます。その上でこの魔鋼発動時には刀身が光って目くらましやこう立ち筋をね隠すのに使えるのではと想像しました。まあ、半分冗談です。ただ仏教における魔っていうものは人のね行いを妨げるものという意味合いもあるので、ニュアンス的には結構的を得ているのかなっていうものね思いましたね。2、一振りの威力をめっちゃ上げる。一撃のみ威力をブーストして、どんなシールドやレイガスとも叩き割れるようにするっていうものですね。この魔っていう文字から想像しました。まあ魔人の魔みたいなね。で、閃空と違って斬撃は飛びないんですけども、まあ、この性能ならばここから言うのね力不足だったりとか、そこら辺の欠点も結構補えるかなと思いましたね。まあ、割とこうハイリスクハイリターンの一撃必殺技ですね。この場合のこう光るってのは何でしょうね。ちょっと語呂がいいからつけたんでしょうかね。正直ねこの2つしか思い浮かべませんでした。魔鋼という名前からの由来、あと現実味を帯びた性能などを考慮すると、結構ね候補っていうかその予想をね絞られちゃうんですよね。まあこのどっちかが当たってたら嬉しいですね。この2つのカスタムオプショントリガーを装備している黒い隊員なんですけれども、実はフリーの枠はもう1つあるんですよね。もしかしたらこのフリーの枠に今後もねまた新しいものを装備してくるなんてこともあるかもしれないですね。さてということで過去隊編が全て完了しました。過去隊はね今期遠征を狙っているっていうことでしたから、今後もたくさんの登場機会があると思われます。それをね楽しみに待ちましょう。お次の考察動画はどんな内容になるかわからないんですけれども、まだまだねいろいろと出していこうと思います。ぜひお楽しみに。ということで今回もご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録や高評価をしていただけるとすごく嬉しいです。ではまた次回お会いしましょう。